ん、これどう行くの、なんかアウトから入ってくるアホがおんで。あ、ここにマクドナルドの看板あったやん。はい、皆さん毎度でございます。今日はね、2016年、最後のツーリングっていうことで、ひょろっと近場を残してた、西国33所第22番札所、総持寺に行きたいと思います。まあ、ちょっと総持寺近場を一つ残しとったんやけども、昼から出て、今、マクドで、マクドやな、マクドナルドでちょっとグラコロを食べてきたんやけどさ、グラコロが、ね、今シーズングラコロ食べるのは2回目やねんけど、まあ美味しいんは美味しいんやけど、あれやな、マクドのハンバーガーって基本喫茶だったなと思うわな。最近なんかマクドナルドの美味しさがあれでちょくちょくマクドナルド、マクドを食べるんやけど、なんかグラコロもめっちゃ喫茶んやけど、なんであんな喫茶だったん、ハンバーガー。そんなことないんかな、めっちゃ喫茶だったような気がすんねんけど。まあグラコロは安定の美味しさやな、あれは美味しいわ。そやけどさ、なんかめっちゃ混んでて、そうマクドナルドがめっちゃ混んでて、嫁さんがブツブツ文句言うとったわめっちゃ混んでんのにさ、レジが1個しか開いてない言うてほんま混んでて、なんやろ、入り口のところまで強打の列ができとったわ。ドライブスルーも、2つあるんやけど、なんか絶えず車が満タンおったな。それでもうちょっとさ早く行けると思ったから、もうこのナンバーで1時間ぐらいおったわ。もう食うてるよりも待ってる方が長かったっていうやつやわ。本当はもう30分ぐらい早くマクドナルドを出るはずやったのに、ほんまに食べてるよりも、まあ列に並んでる方が長かったな。ただいま時刻は2時でございます。あと14キロ、14時33分着です。まあ、もう一個行けたら第20番札所もう行きたいんやけど、名前なんやったかな、忘れたまあもう2016年も終わろうとしてるんですが、まあなんやかんやと、1年がまた過ぎますね。まあ今年も無事に、事故もなく怪我もなく、違反が1回だけあったんかな信号無視で動画にしてるけど、まあまあ無事で1年バイクを乗ることができたのも、ひとえに私の自制心のおかげやと思いますまあここすごいイオンカードでガソリンが3円引きって、 T ポイントも使えるたまるやで。イオンカードのときめきポイントもたまるってえいやここまでガソリン入れにけえへんで
ここの効果を上がるのは久しぶりやな。ちなみにあれだわ、愛川ダムカードをもらいに行く道と道の近くやねんな。道の近くって言うたら変やけど、まあそんな用もルート見てないけど、パッと見、あ、愛川ダムカードの愛川ダム建設事務所かなんかあるところの近くやな思って思ったんやけど、まあ、近くは何遍も通ってるなと思いながら。お、ここにもマクドあるやん。ここのマクドあんまり混んでないんだ。ほんまに。え？ピークは過ぎてた？そうか。でママが一人イライラしとったんか。そんなイライラせんでもと思っとったんやけど。東京そっちやで、うん、このとこやったっけ、寝屋川警察。え、まあ、あんまり警察っぽくない建物やな。そんなことない。寝屋川警察ここやったっけ。うん、俺一回寝屋川警察行ったことあんねんけどな。だよ、第20番札所行けるかな。まあ行けるかな。まあ2時13分やろ。2時半ぐらいに着くから、お参りしてご主人持って3時、2時間行けるな。多分行けるはずや。何これ、ガソリン入れんのに並んでんの。安いんかここ。あ、安いな今ガソリン高いからな。昨日ガソリン入れた、昨日車にガソリン入れたんやけど、なんぼしとったかな、125円やったかな、なんちゃらとっかで。淀川だわ、まあ、この辺はあれや、愛川ダムカレー食べに行く道やん。この効果は上がらんと、速道に入って、まあ今日はそんな寒くないかな。タイツ履いてきたし、足元は踏みくいし、じゃあ行きます。ほんまにさ、ここ GoPro のバッテリーが今30分ぐらいしか持てへんかったんちゃうか。なんで寒いから、 GoPro のバッテリーもう買わんなあかん、まあ、安いからさ買ってもええかもしれんけど。こんなとこやってんな。ん？これこっち行くの？まあ、こっち行くんか。こっち行くん初めてやな。いつも向こう行ってたような気がする。これ横が愛川だわ。愛川。なんか普通の住宅街に来たけど。あ、ややこしそうな道。これは普通の生活道路やんな。こう行って。こう行って、これを右やな。これバイクやからええけど、こんなとこ車じゃ来たくない道やんな。このとこ通れへんわな。たまに Google こんな道案内しよんねん。これどっち？やろな、こっちやな、こっちっぽいな。
これここからやからこっちは行けんやろ。こうか。なんかひどいとこへ出てきたと。何これ、こっちは行ってってこと。こうやわな。どう信号を見ていいか分かれへんわな。もあもう近い、そこや。ゴールは見えた、ゴールは見えたよ。道なり、道なりっぽいな。この先信号あり。お、近鉄バスが走ってる。もうそこやで。歩いて行けると思うで。歩いては、うん、歩いて行けるけど、この距離やったら。だってあと650メートルやもん。あれか？んで？お、書いてある。総理事。これだわ。お、あった。参拝者駐車場。まだバイクがあかんやつじゃんこれ。ね、いける？ここ平らやろ。平らんとこがええやろ。はい、到着。だったな、忘れ物ないな。通用語もうパパあれやわ、体が不自由な方でええからここ通ってええんかな。そうな、まあ、ここから来てはって、来てはったな。うん。大晦日は開門2時って書いたんで、じゃあ23時閉門2時って書いたんで、なんていうとこやった？総理事やろ。そんな上まで上がれへんのかな。会議よね、会議。亀なんかな、亀に行っちゃう。なんか耳もある。なんかおる。見よう、もう。
こは山登りもせんでいいから楽やな。やっぱりここは金ついてもええねや。よいしょ、まあ、一発つかせていただきましょう。東京氷河湖って書いてあるな、うん、で、農協氷河湖って切ってよいしょ、お手洗いこっちやって、農協氷河湖こっち、どこなん、こっち、こっちやんな、こうしたとこっぽいよな、ちゃうんかな、ここにな、亀生きてるやろ、ここはね、亀が有名なの、なんかある、なんかやる気がないやろこれ、なんか全部揃ってないもん、もう全然やる気あらへんや、ペット用守りとかあんね、腹帯もあんねこのとこに、これ1万5000円もお高いんじゃないか、掛け軸、ほんでみんなあるやろ、ご主人持ってもらったらさ、あんたこれすごいお金やで、あ、ビデオ撮れてると思ったらビデオ撮れてなかった、どうした、あ、水がないんか、冬場だでも手洗えへんのか、ほんまや、ここにあったんか、あ、水出るって書いてるやん、ほれ出るやん、これを見てへんかと、これ水入ってないからないねんや、そうか、なんでもなんでも自動やねや、あ、すいません、ちょっとびっくりや、まあいいなと思っとったらあのとこにあったんか、ないな、40分経つ
次20番の吉峰寺っていうとこ行きたいんやけど、うん、これな、なんでかな、車は検査取れ経路が見つかりませんでてね、うん、だからさ、多分その近くで20番の吉峰寺の近くであろう隣、成平寺かやったら車で行けんねな、これで行こう。吉峰寺の近くのなんちゃらいうとこへセットしてとりあえず行ってみよう。忘れ物ないな、よし行こう。はい、乗ろう。いいよ、どっちへ出んねやろ。で、行きます。どっちに出るの、こうで、こっち、こっち、これを降りる。まあ掃除寺、掃除寺やったっけ。